ようやく小林っぽい。お得意っぽい得意な、はい、そうなんですか、うん、なんかやっぱあれですよね、小林さんも小林君も今までね、うん、あのハイパイずっと悪かったですけど親になると良くなりますよね、うん、得意な形です、はい、だからなんか好調者はやっぱりね、藤崎プロは小林豪と対局する機会なんかないでしょう。そうです ね、はい、でもその仕掛けを中心にっていう話は聞いてますか。あ、まあ、対局したことないわけではないですし、うん、あ、そうですか、はい、僕もあのだから世代的に言うと麻雀プロになってからは鍛冶屋と同じ世代ですから ね、若い頃何度か対局もしたことありますし、ただ当時はねまださすがにあのサイボーグまでは呼ばれてなかったですからね。でしょう、そこまで動くタイプでもなかったですね、うん、でしょ、はい、だからやっぱりプレースタイルって年々変わっていくもんなんでしょ、やっぱり。そうですね、うん、これどうしますかね、ベンチャンハラーも。でやっぱり皆さんもプロとしてね普段麻雀打ってますから普通の麻雀好きと全然違いますからね、はい、だからあのファンの人に期待されてる麻雀を当然打つようには当然なってきますよね、うん、はい、細胞を期待されるってすごいですよね。どういう状況なんでしょうね一体ね。でも期待だけに応えようと思ったら、はい、小林豪みたいな打ち方っていうのはなかなかやりづらいですよね。そうですね、結果にこだわってるわけでしょ要は。まあ でもやっぱりプロセスにこだわってるんじゃないですかね、うん、そうですね。結果はどっちかっていうとやっぱり、はい、あ、三元役もあるけど、はい、イシャンテンを崩しましたね。あ、そうなんですね。ここは あまり夢を見ないタイプなんで、あっさりつもぎるもんだと思ってたんですけどね、うん、あ、これでポンが入りますね、はい、でこれチュンチュンってくれば役満ですけど残しましたよ、うん、生きてますね、はい、前田が1枚持ってるだけなので、はい、瀬戸君はテンパイなんですよね、アンロビンで、はい、3ピン切ってるし、だもうこれ逆に9万取り落とし、してそうですね、仕掛けも効くように闇点効くようにっていく可能性もありますね、うん、なるほどね、うん、テンパイ崩しました。カンしました、いつも増やして、はい、シンドラリアンピン主導権を取ろうと。うーん、どうしますかね、ドラの重なりもあるし、あ、この辺が、うん、この辺が小林らしいじゃないですか、この辺がある意味サイバーグっぽいですよね、うんうん、まあ、夢を見てもしょうがないでしょうと、うん、ただこれによって、まあ、ある意味相手3人のなんていうんですかね、はい、あ、行きやすくなったのは確かですよね、うん、そうですね、町の数取りましたね、まあ、十分ですからね、ヤクヤクドラ9600、あ、まあ77になる可能性もありますけど、まあ、大体ザニオールですよねこれ。要はチュン持っている人もそうだし、後でチュン引かされるという呪縛からも 逃れたわけじゃないですか、はい、反撃も当然ありますからね、まあ、実はちょっとだけあの第3元上がった時の小林くん見てみたかったですけどね。ニコリともしないんでしょうね、きっとね、はい、もうね、そういう訓練がされてるんだと思いますよ、はい、どうやればそういう訓練になるんですかね。やっぱりその感情に流されないっていう、はい、メンタルトレーニングじゃないですか。なるほど、でもこのモンド杯の出場権争奪マッチを勝って、はいはい、そのパネルを手にした時は笑顔でしたよ。ああ、なるほど、さすがに終わった後は ね戦い終わればね、まあまあ、あの別にあのね、卓上以外でもサイボーグなわけではないですからね。もちろんね、なんか短期を警戒してるんですかね、短期というか。いや、短期の警戒はさほどしないと思いますね。チュン打たれてますからね、全くノーケアではないと思うんですけど、ええ、だって短期でね、チュン短期とドラ短期をどっち選びますかって、ドラ短期を受ける人はあんまりいないですから、うん、ドラ短期は明らかに不利ですからね。そうですね、チュンを打った時点で第3弦ないのを見せて、
あの点数同じ方のドラでのドラの短期でもあったらやっぱりねおかしいじゃないですか、うんうん、理屈がおかしいですからね、ドラです。 だったらあの準短期に受けて第3ゲームまであの準アンコまであるから何も打たせないように打った方が絶対に理屈は合ってますから ね、うん、ね、シャンテンですか、はい、前田トンも1枚上がった小林残尿ですね、うん、この親でいい上がりをものにしました。ありがとうございます。現在2位ですもんね、大きい上がりになりますよ ね、 そうですね、うん、